メイさん、元気だった？電話もメッセージも出なかったんで、留守電でごめん。ルナカフェっていうコーヒーのフランチャイズが顧客情報を盗まれた。現金みたいに使えるチャージキャッシュシステムも台無しになってね。カフェ、コンビニ、デパート、タクシー、ホテルまで電子マネーで支払う世の中だ。君のようなハッカーには天国だよな。君、いつもルナカフェを利用した翌日にはものすごいショッピングをしてたんだね。3月27日、5月4日、7月7日、いつもそうだった。どうしてそれが分かったかって？君のインスタ、そしてネットワークブラックボックス。君は証拠を出してみろって言うだろう。そうでなくても面白いところに気がついてさ。ルナカフェ、他にもたくさんのブランドが被害を受けた。おそらく今日からはいつもの偽の QR コードでの支払いやチャージキャッシュの窃盗はできなくなるよ。顧客システムにハッカーがアクセスした日と異常な支払いが行われる瞬間、僕がネットワークブラックボックスで分析してセキュリティの問題を解決したんだ。いつどこから攻撃が始まってどんな方法でアクセスしたかを、ネットワークのすべての瞬間を記録するネットワークブラックボックス。ネットワークブラックボックスが作った新しいセキュリティシステムさ。僕はそこで新しい未来を作ってる。隠れて君を見守ってたのはごめん。疑いは僕が始めたんじゃない。ブラックボックスが教えてくれたんだ。昔僕たちが一緒で君の輝いてた時のことが今でも目に浮かんでる。君のところにもうすぐ行くよ、メイさん。ブラックボックスはすでに真実を知っている。